牧野正弘、牧野正弘、牧野正弘、1908年2月29日から1993年10月29日は、日本の映画監督、脚本家、映画プロデューサー、録音技師、俳優、実業家である。本名は、牧野正忠である。父は、日本映画の父と呼ばれた、牧野正造。父の死後牧野プロダクション撮影部長。 松竹渦政撮影所長などを歴任、生涯に二百六十一本もの劇場映画を監督、制作し、日本映画の黄金時代を築いた。沖縄アクターズスクール解説者の牧野正幸は実施。老いの津川正彦が映画監督を務めた際、牧野正彦の名義を用いた。職業名の変遷は、下記の通り、他多数、1908年。 明治四十一年、牧野忠忠は、父、正蔵が映画制作を始めた年の二月二十九日に、京都府京都市上京区で生まれた。幼少の頃は、父が撮影所長を務めていた日活で子役として、働いていた。小学校の同級生に、後のカメラマン宮川和夫がいた。映画に専念しろという父に反発して、京都市立第一商業学校。 現在の都市立西京高等学校に進学。しばらくは一生のラグビー選手として活躍し、1925年に開催された第8回日本フットボール優勝大会で全国制覇に貢献。後の映画監督の久保田めよし、山中貞夫らがいた。17歳の時、赤犬にかかり、病床に伏したことを機に高校を退学。 父が所長を務める東亜キネマ当事院撮影所で、今度は助監督として借り出されるようになる。やがて父の起こした、薪のプロダクションで、18歳の時、富澤進郎の共同監督として、青い目の人形で監督デビューを果たす。山上伊太郎の脚本による、老人街第1話美しき獲物は1928年。 昭和3年のキネマ旬報ベスト10第1位に輝き、総前自画場が4位、毛イトりが7位を勝ち取った。翌1929年、昭和4年には、首の座で2年連続第1位、浪人街、第3話疲れた人々も3位に入選した。ところが、正広の監督した作品は評論家や、左翼青年からは、高い評価を得たものの工業的は失敗であった。 1929年、昭和4年、父の人頭式の下、陶トーキーの研究に取り組み、同年7月5日、牧野プロダクション第1回トーキー作品として、日本初のディスク式トーキーによる監督作、戻り橋を発表する。そのわずか20日後、同年7月25日、父、肖蔵は37万円という今の金額に換算すると数億円とも言われる。 巨額の負債を負ったまま死去する。正さは、牧野グループが抱える37万円の借金を返済すべく、自らが人頭式をとって、娯楽作品を次々と世に送るが、かえって経営は危機に瀕して、数度のストライキや撮影所全焼という不幸が思おり、ついに牧野プロを引き払って、1932年、昭和7年にひとまずは日活に入社。しかし、 ここでも、不協和の首切りによるストライキが起こって撮影が一向に進まず、まさひろも間もなく、会社から解雇される。退社後は、東京栄誉とに入社し、録音技術すなわちトーキーの研究をし、東日大前ニュース映画、大日本ビールのコマーシャル映画など、記録映画の制作に携わり、自らトーキー録音機を考案、日活で桜音頭を試作。さらには、 長田正一の第一映画社に招かれて、トーキー映画の録音と現像を指導。この頃の伊藤大輔、溝口健二の監督したトーキーは、録音技師、牧野正弘の手によるものだった。1935年、昭和10年に、嵐勘十郎プロダクションで、春霞八百八丁などで再びメガホンを取り、それまでのトーキー映画での成果を引っ下げ、同年、 安価で良質なトーキー映画を制作するために、薪ノトーキー製作所を設立した。薪ノトーキーの全作品は、ヒ宏自身がプロデューサーと録音技師を務めている。1937年、昭和12年に薪ノトーキーは、資金難により解散し、ヒ宏ももう二度とプロダクションは持つものかと心に決め、一回の雇われ監督として日活に招かれる。しかしこの間、 日活に所属していたスターのバンドをつまさぶろう、恋山彦、びこ、ちけむりたのばは、片岡千恵蔵、江戸のあらわし、月形龍之介、綾香かしらの主演作を休む暇もなく、スピーディに入り続け、いずれもヒット作となった。1939年、昭和14年には、和製オペレッタ映画、ユアンヤン歌合戦を監督。 公開当時はあまり大きな反響がなかったが、後年、再評価が高まり、現在では、チケムリ高田の馬場に並んで正広の戦前の代表となっている。一本の作品を110日程度で取り上げてしまう正広であったが、特に、円王道中は、なんと撮影期間28時間という、超人的な離れ技もやってのけた。夫妻は関西し、 女優のとどろきゆき子と結婚した1940年結婚から1950年離婚。この頃までに正さは、早やりの名人の異名を取るが、それは以前から、早やつまみ監督として知られていた渡辺国思なほどの技量だった。正さは、人形浄瑠璃を学び、女優に対する演技指導では自ら演技をしてみせた。1940年頃には、 当時まだ十代だった、藤間紫が踊る日本舞踊に感銘を受け、以後はもっぱら日本舞踊を研究し、その所作を女優の演技指導に活用するようになる。小畜うず撮影所長に就任する。第二次世界大戦後は、ヒロポン中毒に苦しんだこともあったが、黒澤明脚本による、縦四段ビラ、村上元造原作の二郎朝三国史シリーズ、東方で急部作、 東映で四部作、東映では人気映画の走りとなった日本狂格伝シリーズなど数々の傑作を生み出し、高倉健良を銀幕の大スターの座に押し上げるのに一役買った。藤純子を自宅に住まわせ、女優の色派を一から叩き込み、彼女を東映随一の女優に育て上げたり、日活ではカジメ子の名付け親にもなっている。1960年。 昭和35年には生放送のテレビドラマ、秋葉の宿でテレビにも進出。1965年、昭和40年の、龍馬が行くなどを手掛けたほか、1968年、昭和43年には父、肖像の生涯を描い、活動や一台を映像化した。テレビドラマテレビ映画は、1981年、昭和56年の、 旅ガラス事件帳を最終回まで手掛けた。1972年、昭和47年に監督した、東映オールスター映画、純古引退記念映画関東日桜一家が最後の劇場作品となった。同作は、工業的には大成功だったが、批評家からはあまり高く評価されず、これが映画監督引退を決断するきっかけの一つとなった。 1977年、昭和52年、山田孝一及び山根貞夫の構成により、牧野正弘自伝映画と聖典の牧、地の牧を平凡社から上司する。1993年、平成5年10月29日、死去した。サッカーファンで、臨終の床でも、いわゆる、ドーハの悲劇の試合を、テレビで観戦しており、試合途中で、 日本代表の勝利を確信して死去したという。監督作のみで261本が存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。